モチーフに採用されているカマキリは、生物学の観点から見て一般的にメスが強いことでも知られており、特に黄色いカマキリは、幸せを運ぶ虫とされている。日本でカマキリモチーフのスーパー戦隊の戦士は初であるが、海外版ではすでに存在していた。音声のカム&キックイットは主語を踏まえて訳すと、来なさい、蹴散らしてあげるわ。姫の乱の名前の由来は、花カマキリの別名である乱花カマキリから、第21話のギラと4大国の王との決闘において、姫野はピアノでギラと対決しているが、そのピアノの演奏は、村上愛花による吹き替えなしの生演奏。姫野乱役の村上愛花は、理系の難関大学としても知られる東京理科大学を2023年3月に卒業している。姫野乱役の村上愛花は、仮面ライダーギーツにてクラマネオン、仮面ライダーナーゴ役を務めている星野ゆなと親友、カマキリ王者は前作ボー太郎戦隊ドンブラザーズのウミシスターに続き、女性メンバーとしてのイエロー戦士であり、なんと、カマキリ王者のスーツアクター坂梨自身も1話限りだがウミシスター未来を演じている。女性イエロー戦士が連続するのは、冒険イエローからイエローバスターまでの7連続以来の11年ぶりである。